はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は留萌にある海鮮が人気のお店についてです。皆さん、ホタテお好きですか？ホタテは北海道の人気食材の一つだと思います。このお店は今回食べたホタテ丼だけでなく、美味しい海鮮を食べることができます。またデカ盛りの海鮮丼もありますよ。そんな留萌にある富丸を紹介したいと思います。最後までご視聴いただければ幸いです。場所は留萌の中心部にあります。駐車場はお店の道路を挟んだ場所にあります。お店の隣は民宿になっています。ただ今はコロナの影響で休業しているようです。営業時間は現在11時から14時です。定休日は不定休です。夜の営業はしばらくは予約営業のみのようです。お店の中の様子です。左側にカウンター席、右側に座敷がありました。またこのようなテーブル席もありました。店内は禁煙ですので注意です。こちらはメニューになります。チラシや丼物、ラーメン、定食などたくさんのメニューがありました。私は留萌の隣町小平町の薄屋さんの生きホタテ丼税込み1650円を注文しました。もう一つ赤枠にしているのがお店の名前にもなっている富丸丼税込み3300円も名物になっています。この富丸丼はデカ盛り海鮮丼になりますので1グループ1個の注文しかできません。また複数でシェアしたり残ったものを持ち帰ることができないとのことでしたので、さすがに私は注文できませんでした。写真を見せることができないのが残念ですが、女性フードファイターのアンジェラ佐藤さんの YouTube 動画に富丸丼を食べている動画がありましたので、私の動画を見た後に見てみてください。すごい量ですので食べきれる自信がある方、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。話が飛びましたが、それ以外のメニューに選べる三色丼やユッケ丼などがありました。刺身定食や玉ちらしや握りプラスの麺類セット税込み1320円やホッケフライなどの定食メニュー税込み900円の平日のみのお得なメニューもありました。私は生きホタテ丼税込み1650円を食べました。新鮮なホタテをこれでもかというぐらいたくさん食べれましたし、お味噌汁も具がホタテでどちらも美味しかったです。お寿司などテイクアウトできるものもあるそうです。支払いはクレジットカードは使えませんので現金のみになります。これで今回の動画は以上になります。今回の動画はいかがでしたか？漁師の店富丸は留萌で美味しい寿司やホタテ丼、デカ盛り海鮮丼などを食べることができるお店です。留萌で寿司や海鮮が食べたいと思った際にぜひ訪れていただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。